アビュドスは古代エジプトのエジプト神話に登場するオシリス人復活の地である。エジプト公王国時代にはすでに聖地であった。現在、アビュドスにはエジプト神王国最盛期のファラオ、セティ一世、ラムセス二世の遺跡が残る。冥府の神オシリス信仰の中心地として知られ、ナイル川の西岸の砂漠にある。ここ、アビドスの墓地の守護神はケンティアメンティウであったが、 エジプト皇王国後半以降のオシリス信仰の交流によって、皇王がオシリスに変容するという協議が確立するとともに、オシリスと同一視され、オシリス信仰の総本山となった。上エジプトの重要な都市ティニスの墓地であった。アドビスでは、第五王朝にオシリス神の祭儀の中心地となった。遅くとも、第十二王朝時代には、 オシリスの死と復活を扱った聖劇がアビドスで演じられるに至った。歴代のファラオはアビドス神殿の造営に励み、またアビドスに自分の記念神殿を建てた。このうち、セティ一世の神殿は大部分が保存されており、七柱の神に捧げた七つの礼拝堂にある彩色浮彫りは美しい。また、廊下の壁面に刻まれたアビドス王名表は資料的価値が高い。 この王名表は、初代ファラオから始まる章の名が、順に記載されている碑文である。また、アビドスの初心殿の周囲には、プトレマイオス朝の時代から古代ローマ時代に至る、様々な時期の墓地が多く、アビドスは、エジプト考古学において、非常に重要な場所であると目されており、現在でも考古学者による発掘が続けられている。十九世紀になってエジプト第一王朝とエジプト第一、 に王朝の王たちの墳墓が発見された。しかし、それらの多くは死体を埋めない記念碑と考えられている。また、民衆の巡礼の対象となった。オシリスの近くに埋葬されたいと願う信者たちの巡礼地とって、そこに葬られたものもあった。アビドスに葬られない場合には、死者の名前などを記した石を置いたらしく、そのような石が多数発見されている。ここアビドスからは、 著名なイルティセンヒ文が出土している。その内容は以下の通りである。ありがとうございます。